皆さんこんばんは。どうもハイチです。今週もね始まりましたハイチのダラダラジオでございます。この1週間は講演会だったりとか、なんか大学生といっぱいね話をしたりとかいろんなことがあって、すごく刺激的な1週間を過ごしており、まあ結構バタバタしててね、もうわーってなってて、もうどうしようどうしようって感じではあるんですけども、まあ、日々ね楽しくやっております。で、今週のメインテーマはまだ決めてないんでね、タイトルどうなってるかわからないんですが、こう学生のみんなと話をしたりとか、あと相談にね、まあ、リアルでこう乗ってた時に、結構こう自分からこう出てくる言葉が、やっぱこの言葉が多いなって思ったことで、普段ボイシーとかでね皆さんの相談に答える活動もしてるんですけど、やっぱりこうリアルで会った時にこうもらう相談もやっぱりボイシーの相談とやっぱすごく似ていて、なんか改めてこのダラダラジオで一回ね、まあ、もちろん今までいっぱい話してきてるから今まで話したことではあるんですけど、改めてちょっと話をしたいなと思って、一つね、命は有限だよっていうことを限りがあるんだぞっていうのをね、今週は話していこうと思います。ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、ちょっと私の昔話に少しお付き合いください。命が有限なことなんてね、いつか終わることなんてのは皆さん知ってるわけですよ、当然ね。不老不死ではないので、みんなで、もちろん私も知っていたんですけども、それを強く強く痛感、あ、俺死ぬんだっていつかね、いつか死ぬんだって思ったのが、私は大学生の時に、まあ、ちょっとある病気をしてしまって、で検査入院した結果が、まあめちゃめちゃ悪かったわけじゃないんですけど、全然問題なかったっていうところまではいかなくて、多少ちょっとねやっぱ問題がある状態だということが、まあ、結論づいたわけですよ。でその時の担当のお医者様、かなり若いね男性の方だったんですけど、すごくいい方で話しやすかったし、ただ濁さずにズバズバ言ってくださる方だったんですね。でその時に、君の病気は、今のところの医療じゃ一生治るものではないと、だから急に悪くなって、いきなり死ぬ可能性もあると、だしやっぱりこう悪くなっていくのをこう、なんだろう、ゆっくりにさせるっていう発想なので、今の治療、俺の場合はね、だから、普通の方のようにその期間、例えば60歳65歳とかね、そこまで働けるものではないかもしれないよ、それは覚悟しておいてね、みたいなことを言われたんですよね。で私はちょっとこう過剰にね反応しちゃうタイプなので、性格が、あ、死ぬんだ俺と思っていや今すぐって言われたわけじゃないんだけど、ね、急に悪くなる可能性があるって言われたもんで、そう思っちゃってね。でまあ2日ぐらいちょっと病院でね、看護師さんとかに荒れるみたいなそうなんですよ、俺いつか死ぬんですよねみたいなもう喜怒哀楽がすごい激しかった2日間を過ごして、でもそこからいろんなことを考えて、いろんな人に出会って支えてもらって、まあ今こうやってね元気に活動してるわけなんですけれども、まあ、その時にすごく有限だと思ったんです。でなんで今この話をしてるかっていうと、自分がねもらう相談の中で、でこの前中高一貫校で京都の方でね講演会させてもらったんですけど、中学生と高校生に2回、1回ずつ講演したんですよ。でそれぞれいろいろ話をさせてもらってて、でなんかお時間いただいたので、終わった後になんかサイン会というかね、写真撮ったりサイン書いたりみたいな時間も取ってくれたんで、そこで結構相談をもらってたんですけど、やっぱり自分が進む道をどうしたらいいか分かんない、どっちがいいのか分かんないとかね、そういった悩みってすごく多くて、普段のボイシーでも多いんですけど、でやっぱ自分が大事にしてる言葉1個が、正解を選びたいですよね、できればそうしたい、でも正解なんて後で振り返ってしか分かんないんですよ。その道を選んで進んでみました、でもちょっと 2,3 歩じゃダメですね、もう何十歩何百歩何千歩って歩いた先で振り返った時に、あ、これが正解だったんだなって思えるものだと思ってるんです。でも分かんないじゃないですか、タイムマシーン持ってないし、うちらは。だから正解の道を選ぶんじゃなくって、選んだ道を正解にすればいいっていうのは、私結構大事にしてる持論なんですよ、これに関しては。すごくそう思っていて、まあ自分のね生き方っていうのは、まあ普通の生き方ってのはないけど、でもまあちょっと普通とはかなり外れた生き方をしてきてて、で毎回不安ですよ、いろんな決断をしていく中で、これでいいのかな、後悔するんじゃないかなって。でもいろんな選択をしてきたけど、後悔をすることは、反省はあった、反省はあるけど、でも反省は次に生かせるし、だから大きな後悔はなくて、
この道を選んで、それが振り返った時に正解だったな、選んでよかったなって思うにはどうしたらいいかな、そのためには自分がやりたいことをちゃんとしっかり考えて前に進んでいくことが大事だよねっていう発想なんですよね。で、いろんなことを考える、自分のことだけじゃなくて、例えば周りの人とか周りから言われる言葉とかいろんなことがあるじゃないですか。だから人は迷うと思うんですけど、で迷っていいんですよ、俺なんてもう毎日迷いまくりの人生ですからね。そう、迷っていい。でもね、迷ってること自体も大事なことだし、で一個大事なのはやっぱり命は有限だぞっていつも思うの。あの先生、あの病院のね先生に、君はその人ほどね、普通の人ほど働けないよ、可能性があるよって言われた時から、時間を大事にしようっていうのはすごく思ってるんですよ。でそう思いすぎて、その新卒で入った営業マンの時とか、もうなんか結構がむしゃらにやってたんですよ。もう全部の時間を仕事に当てようみたいな。でそれをしすぎて所長にめっちゃ怒られたんですけど、そう、お前はオンとオフの切り替えがちゃんとできないから、だから売れねえんだバカって言われていや言い方は問題あったと思うけどでも俺はすごく感謝してて、その言葉に、で今でもそう思ってる。そうだから今時間を大事にするってね、命は有限だから時間を大事にしなきゃいけんとは思ってるけど、でもダラダラしてっから普段、オンオフは大事にする、絶対にね。自分のためにオンをさらにいいオンにするためには、やっぱりオフをちゃんと楽しむこと、楽しむというか有意義な時間にするのが必要だと思っているので、そこもねバランスを取りながらにはなるんですけど、自分の命はいつか終わる。その限られた時間、特に今ね聞いてくださってるのは、このダラダラジオさ、かなりこう年齢層が広いので、多分中学生とか高校生のね聞いてくれてる方もいるだろうけど、最近あと大学生とかも普通に聞いてくれてたりとか、あとこの前先生とねいっぱい話したんだけど、先生も結構聞いてくれてたりとかするので、まあ、ね、自分より年上の方もいるかもしんないけど、まあでも学生のみんなと比べたらさ、残された時間は俺はみんなより多くないわけ、だからこの残った時間をどう使うのか、そうっていうのはちゃんと大事にしなきゃいけない。でその時に慎重になることももちろん大事だけども、だからこそやらないで後悔するのは嫌なんだよね。そうやらないで後悔するんだったらやって後悔した方がいいし、でもやって後悔することはそんなないし、やって反省することはあるけど、っていうのが俺の結構大事にしてる考え方なので、今回なんでこんなねことを話してるかっていうと、まあ受験、まあ志望校でね、まあ、もうあれかな、迷ってる子もいるよなこの時期は。まあ志望校もそうだし、みんなの将来とかさ、やっぱ夢とか目標とかさ、まあそんな大きなものじゃなくてもいいんだけど、でも日々何かをみんな選びながら生きてるわけ、俺らもそうだけど、その選ぶ中で、すごく消極的な意味で、ちょっとネガティブな要素が強い一歩引いて選んじゃう。本心は向こう A なんだけど、いろんなこと加味したら B でいっかみたいな、本当にいいのそれでって、っていうのは結構俺が自分で考えるときに、いいのって、お前の人生、お前の命っていつか終わるぞって、一回の木の人生だぜ、いいのかそれでってよく言うの俺、YouTube 活動始めるときもそう、YouTube あんじゃんって思った。俺翌日に1本目投稿してるんですけど、その時にでもなって思ったよ、たくさん思った。でこんなやらない理由なんてさ、もう怖いし、その前投稿なんてさ、そうそう、だけどせっかくね、せっかく見つけた場所だったんだよ、子供たちに無料でお金を届けて、しかもマネタイズができる可能性があるって思った場所だったから、ずっとずっと探した場所が目の前で見つかって、でこれをやらない理由を重ねてやらなくなったら俺絶対後悔するって、だからすぐに電話して、知り合いがホワイトボード持ってたんでね、そう知ってたんで電話して、車で2時間くらいかけて取り行って、で家帰って組み立てて、翌日もう勢いで一本目取ったの。クソみたいな授業動画だったけどでもあの時の自分は今でも褒めるもん、よくやったなって、よく踏ん張って一本目やったなって。そう見切り発車だったしね、だけど人生でそういう場面って大事な時もあるからさ、だから、まあ、みんなに対しても、まあ、見切り発車しろとは思ってないよ、思ってないけど、考えすぎたら人はやらない理由とできない理由のがいっぱい出てくるよ。そんな、だってできる理由なんてさ、根拠ない自信ぐらいでしょ、そんななかなか出てこないから。だから命は有限だから、命はいつか終わるから、だからこそ一時の人生
できる限り後悔の少ないように選んでいってほしいなって思うの、うん、なんかそれを伝えたくなったんでね、今回喋らせてもらいました。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。今週も頑張ろう明日地元で講演会そしてね、またちょっと関西の方に出張だったりとかバタバタしてんでね、なかなかねこう動画投稿できんかったりもするんですけど、俺もね自分のやるべきことを自分のペースできっちりね一歩一歩頑張っていくから、ぜひねお互いにこの週間もいい週間にしていきましょう。それじゃあ今週週間がね皆さんにとって良き週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。